皆さんこんにちは、渡辺亮です。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。本日はポートレート撮影レンズ比較ということで、何本かね単焦点レンズを持ってきてポートレートを取り比べて比較していくっていうのをやってみたいと思います。今回はレンズを4本比べてみたいと思います。1本目がこちら 85mm の単焦点レンズ、ポートレートでよく使う定番のレンズですよね。こちらと、あとは 50mm の単焦点レンズ、こちらはねフルサイズのものに使うと標準レンズになる、すごく一般的なレンズですね。こちらです。あとは 35mm の単焦点レンズです。ちょっと広角になるレンズですね。こちらです。あと最後は 24mm の単焦点レンズです。私は個人的には結構広角になるこのレンズあんまり使わないんですけど、あえてね使ってみてどんな雰囲気になるかっていうのも見ていきたいと思います。これからポートレートを撮ってみたいよっていう方は参考になるかどうかはちょっとわからないんですけど、興味があったら見てもらえたらと思います。それでは早速やっていきましょう。モデルさんは手配していないため被写体を私が務めさせていただきます。撮影を夫にしてもらいたいと思います。まず最初は被写体とカメラマンが一定の位置に立ってレンズを交換しながら撮影していきます。被写体の大きさがどのように変化していくかご覧ください。まずは 24mm で撮影していきます。私はモデルではないのでただ立ってるだけでいいかなと思ったんですけど、全く動きがないと本当に写真が全然面白くないので、適当に手足を動かしてみることにします。 24mm で撮った写真はこんな感じ。全身が写って周りにもだいぶ景色が映り込んでいます。次に 35mm です。なんかやってみて分かったんですけど、もうポージングって本当難しいですよね。まあ、こういう時本当はカメラマンさんが上手に指示を出してもらえたらいいなと思うんですけど、まあ、夫は一般人なのでそういうのは諦めて適当に動いています。 35mm だとこんな感じです。さっきの 24mm に比べると周りの景色が映ってる範囲が狭くなったかなっていう感じがすると思います。次に 50mm です。全身は入らないので足を切る構図になりそうですね。いい感じに風が吹いてきてます。50mm で撮った写真がこんな感じ。最後が 85mm です。今度はバストアップくらいの構図になりそうですね。85mm で撮った写真はこんな感じになりました。ピントが合っていない背景の部分がボケてきているのがわかるかなと思います。4枚の写真を改めて並べてみるとこんな感じです。ライトルームでロー現像してこんな感じに仕上げてみました。では次はこちらの場所に座って撮影していきます。今度はレンズを変えても被写体の人物がだいたい同じくらいの大きさになるようにカメラマンが距離を変えて撮っていきたいと思います。最初 85mm から撮っていきます。被写体とカメラマンの距離感に注目して見ていてくださいね。最初が 85mm でこの距離なんで、どんどんここから近づいていくことになります。85mm で撮った写真はこんな感じ。
いい感じにね、この背景の落ち葉の部分がボケて、いかにもポートレートっていう感じの写真になったかなと思います。次に 50mm です。さっきより距離が少し近くなってきました。若干私の顔が引きつってきておりますが、まあ気にせず見ていきましょう。 50mm で撮った写真はこんな感じです。さっきよりかは少し背景のボケ具合が減って、これはこれでまあ悪くないのかなっていう感じになりました。次に 35mm です。もう思ったよりね、これがもう距離が近くてちょっと笑ってしまいました。近くなってきた。いやこれでさ、35mm でこれだったらさ、24mm だったらかなり近いんじゃない。いやでも場合によっては警戒するよこれ。こちらが 35mm で撮った写真です。少し撮るアングルが変わってしまっているのもあるんですけど、背景に見える範囲がだいぶ広がっているのがわかるかなと思います。最後 24mm です。これねちょっとびっくりするほど近くてちょっと笑ってしまいました。そんな近い。近すぎじゃない。そう、こんなに近くてピントあるのか。あった。出来上がった写真はこんな感じになります。広角だとね歪むんですよね。背景もたくさん映るし、顔も若干歪んできてしまってると思います。4枚の写真を並べてみるとこんな感じになりました。だいぶこのレンズの焦点距離で写真の雰囲気が変わってきてるのがわかるかなと思います。表現像してこんな感じに仕上げてみました。皆さんはどれが一番好きですかね。次に行きます。では次はこちらの場所で縦構図で撮影をしていきます。先ほどと同じようにレンズを変えても被写体の大きさが同じくらいになるようにカメラマンが距離を変えて撮っていきたいと思います。最初に 85mm からやっていきましょう。モデルも少し慣れてきたかもしれません。綺麗な逆光の当たっているところで背景も綺麗にボケてくれました。次に 50mm です。先ほどより少し近づきましたね。50mm で撮った写真はこんな感じです。次に 35mm です。被写体を経験してみて分かったんですけど、モデルをやってると意外といろんなとこに目が行くんですよ。なんでこのくらいの距離になると、そのカメラマンさんの顔の表情だったり、なんか場合によっては息遣いとかそういうものも伝わってきそうだなっていう感じがしました。 35mm で撮った写真はこんな感じです。最後に 24mm です。まただいぶ近いのでちょっと笑ってしまいそうです。だいぶ圧迫感のある距離なんで、仲のいい関係だったらいい表情が撮れそうな距離感なのかもしれないですね。 24mm で撮った写真はこんな感じです。こちらの4枚の写真を改めて並べてみるとこんな感じになりました。広角になればなるほど背景に映っている建物の大きさがふーっと変わってきているのがわかるかなと思います。どうですかね、やっぱりこれもボケ具合とかを考えると85mm が一番綺麗なのかなっていう気がします。表現像してこんな感じに仕上げてみました。歪みも少なく素直に表現するんだったらやっぱり 85mm すごくいいレンズだなと思うんですけど、その広角になって近づいた距離感で
取れるコミュニケーション、そこから引き出せる表情っていうのもあるのかなっていうのを今回私がやってみてすごい思ったので、その辺もうまく使い分けていけると幅が広がるんじゃないかななんて思ったりしました。なのでぜひ自分が撮ってみたい写真に合わせていろんなレンズを使い分けてポートレート撮影を楽しんでもらえたらいいなと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画が少しでもいいなと思ったら高評価ボタンやチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。ぜひ他の動画も見ていってください。ありがとうございました。バイバーイ。